北条からお前はパイロットでございます。進めてやる。これより親父キック提供第2試合73キロ契約1分30秒2ラウンド延長1分1ラウンドを行います。赤コーナーゲットオーバー所属親父キックミドル級王者コージー岡田。青コーナーブレイズ所属逆転 KO アーティスト芝次郎。レフリー篠原。セント議論一緒にしてください。握手コーナー。ラウンド1、はい、はい。
残り時間30秒。
いつも見させていただいておりました。これはまあプロとして技術精神力を見せるということもキックボクシングが与える感動でありますけれども、アマチュアの中でもジュニアが頑張るあります。また僕はこの親父キックという日本人の日本経済を支える親父たちのいつまでも夢を忘れない親父たちの熱い試合をぜひこの場面で皆様にご覧いただきたいと思って親父キック実行委員会の皆様にお願いをしまして、今回この試合に、提供者をいただきました。今ご覧いただきましたようにこのホーストカップ名古屋大会においてもオープニングファイトの鬼門と言われている登竜門と言われているコージー岡田選手、素晴らしい試合を見せていただきました。コージー岡田選手に一言いただきたいと思います。元気ですか野木さん、いつもこんな僕を特別扱いしてくれて本当にありがとうございます。感謝いたしております。銀城さん、今日良かったですか？良かったです。ありがとうございます。あれが全部みんな親父キックだと思わないです。僕は特別です。はい、ただですね、ちょっと真面目な話で、本当にあの親父キックのリングに上がっている、数々の親父たち、戦友たち、本当素晴らしいと思います。年齢を言い訳にせず、昔取った武勇伝を語りながらね、お酒飲んでる連中じゃないますよ。はい、あの僕らもうそんな関係なしでここでもう一回精神やってるんで、あの僕たちの戦い見て、あ、俺もやってみたいなと思うやつ、いつでもこのリングに出てこいよ、待ってるぜ。ありがとう。コージー岡田選手、すごくいろんな動きがあって皆さんもこうびっくりされる、キックボクシングばかりを見ている人ではびっくりされる場面もあるんですが、何より僕が特別扱いをしているのは本当の実力があって一発倒せる技があってこそのこのパフォーマンスであるというところを僕は非常にコージー選手のことを買わせていただいております。本当に今日は熱い試合をいただきましてありがとうございました。最後に一言いいですか？どうした？